でもシルエットクイズ、このポケモンは何でしょう。怒ると全身の毛穴から毒素の混じった汗を出して相手の目を狙います。満月の夜は体にある模様が明るく光るみたいです。答えは動画の最後です。こんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今日はレアスに向かおうと思います。すごい久しぶりに色違いのアゴヨンを先頭に置いてみました。あんまりねパーティーにいても最近使えてあげられてなかったので、とりあえず一緒に行こうかなと思います。で、今日のレア数なんですけど、昨日と位置が変わっててさっき探しました。鎧島にレア数が出てますね。で、この辺の巣穴も一応チェックしながら進んでみようかな。お、ノーマル、星がノーマル、うん、どうしよう。たまにね星5巣穴って色違い出たりするんで、よく行ってたりはするんだけど、まあ今回はイベントじゃないからいいかな。そのまま行きましょう。レアスです。毒格闘タイプいいのかな。もうとりあえずアーゴ呼んで行きたいので、このまま進んでみます。よろしくお願いします。あんまり出ないんだよね、私。ドクロック。では、行きましょう。あ、リン？ゲノセクトがいる。しかも、あれですよね。これ、多分、積んでるやつが。え、何積んでるんだろう、ちょっと分かんないんだけど。あ、おお、シャドウクロウから始めようかな。みんなに任せますね。星が5でバリアが4。ガマゲロゲの巣穴って私よくあったんですけど、ドクロックの巣穴ってあんまり起こってなかったので、結構不安。わ、毒種だ。そしてダイアークが来る。誰がダイマックスしてくれるかな。背中に積んでるの、何かな、氷か飛行か水かだと思うんですけど、ゲノセクトが積んでるの色がわからない、難しい。竜の波動行きましょう。お、ゲノセクトが行ってくれた、ありがとう。幻のポケモンゲットキャンペーンのチャレンジで私もねゲットしてるんですけど、最近ずっと使ってあげてないからな、出してこよう。人が使ってるの見てね、あ、そういえば使ってなかったって思い出すことが多いですね。不意打ち、大丈夫大丈夫。大サイコありがとう、素晴らしいですね。パリン、残りはあとこれくらいか。そしてまた最後のバリアですね。4枚削りましょう。竜の波動を削って中も削っていく。サイコブレイク、中が削れた。さすがミュウツー、ありがとうございます。レアスに出てきたのって初めてかもしれないですね。あんまりね普通の巣穴でも会ったことなかったし、レアスあの形ってあんま見たことないんだよね実は。いや、かなり嬉しいです。特性は毒種でしたね。ゲットしたらね確認しようと思います。インファイトバカ力から騎士変えて波動弾持ち、
強さを見るを一回やりましょう。オス、毒格闘タイプ、毒種、触るだけで相手を毒状態にすることがある。だから確定ではないんだよね。これね、確定だったら嬉しいよね。わ、不意打ち以外が全部毒だった。ゲップと毒付きとベノムショック持ちだったのね。格闘タイプの技入ってるかなって思ったんですけど、持ってなかったらしいです。ありがとうございます。なんか最近このお団子の子多いんだけど、あれかな、可愛いからかな。私もね、結構前までお団子作ってたんだけど、可愛いですよね。あとなんかね、三つ編みも可愛いから、三つ編みにね、そろそろしたいなって思ってます、実は。帽子かぶるのにね、かぶれるやつにしてたんだけど、ちょっと考えようかなと思います。では、まあ、レアスも行ってきたので、今回はカレー作りに行きましょう。もうちょっとで100なんですよね。もうちょっとで100種類になるはずなので、とりあえず進めていきたい。9番道路、まあ、この辺のね、脇で作ろうかなと思います。この辺ちょっと入った状態で作りたいので、1匹抜かそう。もしかしたらカレーのポケモン来るかもしれないので抜いときます。イベルタル、ギラティナをちょっと動かしとこうかな。これね、今の子だね。あれ違うかな、今の子だったような気がする。でもレベル58でしたね。違う気がする。あれ、今の子な気がしたけど違うのかな。日本語って難しい。はい、次やりましょう。ちょっと薄暗いところだけど確認していこうと思います。カレー図鑑を見る。今のところ70、あと30です。あと30、結構ね、いろいろ作ってはいるんですけど難しいですね。あ、通常ベジタブルカレーがないからここからいきますか。食材、持ってるかな。料理を始める。さて、ベジタブル野菜パック持ってるね。これで普通にオレンとかで作ったらいいよね。行ってみましょう。大王道級できるかな。あと野生のポケモン来てくれるかな。カレーに釣られたポケモン本当に来ない。頑張れ私。あ、火が出ない火を出すところからなのに火が出ない。ちょっと待って、人差し指で A ボタン連打の方が絶対にいいんだ。あ、エースバーンが寄ってきてる。良いかな。で、混ぜる。あ、飛び散ってるけど、まあしょうがないよね。しょうがないよねって言ってしまった。でもキラキラ多いからまあいいかな。飛び散ってても焦げないようにしたつもりだけど、ちょっと黒くなってる。野菜が焦げ野菜もしかして。しょうがないですね、夏のキャンプはカレーを焦がす。完成。で、周りが氷っぽいからもうちょっと大丈夫だと思ってた。あ、ちっちゃ、またスプーンの上ですね。あーごよ、あれだけで足りるの。むしろ野菜苦手？まあ、マホメル級でしたね。やっちゃった。よし、いるかな？いないね。いるかな？いないね。いないね。悲しいな。もう一個作りましょう。もしかしたら来てくれるかもしれない。カレー図鑑は71。ベジタブルカレーを取りましたね。アップルカレーが辛口、渋口しかない。あれ？なぜ？もしかしてリンゴない？リンゴない？あ、あるじゃん。2個しかない。辛口、渋口しかなかったよね今ね。どれがいいんだ、どれがいいんだ。甘い、辛、渋だったよね。甘なかったよね。わかんないけど、まあ、好み入れてみましょう。いっぱい、これ1個だけでもいい気がする。マゴノミってなんか来る気配がない。待って、エースバーンそんなにお腹空いてるのかな。
なんかカレーの絵よりもなんかオムライスカレー食べたくなってきた。どうしよう。カレー作ってるとね、カレー食べたくなるんですけど、ちょっとアレンジしてオムライスカレー食べたいな。今度作ろう。オムライスにカレーをかける。あ、めちゃくちゃこぼしてるけど、まあしょうがないか。あとでね、きっと誰かが拭いてくれるんだと思います。カレーだからあれかな、リンゴとお好みで、だいぶなんか甘口になってる気がするよね。出来上がり、完成。さて、来るかな、甘いの好きなのいるかな。甘口アップルカレー、かわいい。あ、リンゴの大きさとカレーのそのスプーンの量、おかしくない？おかしくない？そんな感じ。あ、ごめん、甘い方が好き？わかんないけど。大王の巨来たー、いるかな。あ、眠くなってる子いる。え、カレーのポケモンは？え、せっかくの大王ドキュでカレーのポケモンはいないね。ポリゴン眠いの？寝ぼけてるみたい。遊んでおいで。ね、結構ね、仲良くなってるんですよね、ここ。そして今回作ったのでカレーの図鑑は72になりました。やったー。まだまだ全然だけどね。大王道級もね、ちょっとずつ作れるようにはなってきました。ですがカレーのポケモンはまだ来てくれないので、もうちょっとね、いろいろとやりながら頑張ろうと思います。悲しい。はい、こんな感じで今回は終わっていきましょう。まあ、いろんなところにいるね、キャンプの人のところとかで手伝ってもらったりもいいんですけど、キャンプで野生のポケモン来るかよく分かってないので、草むらとかでね、一人で頑張って大王土器を作るようにしてます。はい、まだまだね、100種類一応目指せ100種類なんで、もうちょっと時間はかかると思うんですけど、確実に1個ずつ増やせていけてて、カレー作りもちょっとずつね、慣れてきたんじゃないかなと思います。この動画のポケモンシルエットクイズの答えはブラッキーでした。ブーズもね、最近連れてってないので、どっかで出したいなと思いますね。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!